はい、じゃあチャイムが鳴りましたので今日の線形代数1の授業を始めましょう。と皆さんのことを見てちょっと感心したんですが、こうチャイムが鳴ったらスーッとですね、皆さん の話がディミネンドしていってこう止まったので、お素晴らしいと思いまして、まあこれがいつまで続くかというのは非常に期待しておりますので、はい。でとまず授業を始める前に連絡なんですが、今日配りました資料ですね、一部ありますでしょうか。これが前回の授業の際に配りそびれました、このこれだけは知っておきたい数学ビギナーズマニュアルからの一部の抜粋です。で内容は例えばそのギリシャ文字とドイツ文字といった数学でよく使われる文字ですとか、それから素位字ですとか、それから、まあ、公理や定理や定義とか、そういう説明の仕方、その性格ですね、そういったことの部分を抜き出してあります。ですので、まあ、随時必要なことはこの授業の中でも説明していきたいと思いますけれども、まあ、適宜これを見て皆さんの理解に助けにしていただければというふうに思います。それでまず黒板の字の大きさこのぐらいで書いてみたんですが、後ろの人見えますか。だいたい黒板1枚にこう4行ぐらいずつ書いていきたいと思いますけれども、まあ字が小さくて見えにくいとか、それからまあ、あるいは字が汚くて読めないというようなことがあったら、ぜひ遠慮せずに申し出てください。それで教科書の内容に入る前に、ちょっと数学での議論の進め方っていうのはどのようなものかというのについて説明をしておきたいと思います。で先週もちょっと申し上げましたけれども、数学の本というのは大抵その定義とか定理とかっていうこう説明がこう連続しているわけですね。定義があって定義があって定理があって定理を証明するっていうふうにしていって、でそれっていうのがそのまあ なんでっていうか、どういうふうなことを実際にはやるのかっていうことなんですけれども、例えば皆さんですね、そのチェスとか将棋とかオセロといったようなゲームはご存知でしょうかね。ご存知ですよね、多分。でああいうそのゲームをですね、こういろいろ調べるという、そういう分析をすることを考えましょう。でその分析を進め方とですね、こう対応していると見ることができると思います。ですので、そうですね、でまあ、こういったゲームの分析にちょっと対応させて、数学っていうのはどういう議論をしているのかっていうのを考えてみたいと思います。で、左側にこの数学で行われるこう内容やることを書いていて、で右側にそのゲームでその行われる内容というのをちょっと書いて、こう対比しながら書きたいと思います。でまあ、数学っていうのはその言ってみればそのゲームみたいなもの で、まあ、ある対象がこう与えられます。例えば皆さんが今まで扱ってきたものとしては数全体ですね。もう少し高等な定義をすれば実数全体、そういったものを世界を与えるわけですね。で、その数に対して例えば足し算とか引き算、あるいは割り算とか掛け算といった、そういう、まあ、演算と呼ばれますけれども、そういった計算を定義したりします。でそれで定義して中でその世界で起こっているいろいろな出来事
で数がどのような性質を持つかということをいろいろ調べていくわけです。で、こういったその数学のその定義というのは、そのチェスや将棋などのゲームで言えば、そのルールを与えているようなものですね、と見ることができると思います。こういったそのチェスやオセロといったようなこういうボードゲームでは、そのまず盤という世界が与えられて、それからこう皆さん、駒が与えられるわけですね。一応まあ、2人で対戦するゲームを考えますと、まあ、自分の駒と、それから相手の駒が与えられると。で、それぞれの駒にはどういう動きをするかっていう、決まりがあって、それからゲームを始めるときにはどういう順番でどういう駒をセットするというルールも与えられています。だから数学も言ってみればこういうゲームの世界を作って、でその、まあ、駒の配置ですとか動かし方をこう決めて何かを行うというふうに例えることができるでしょう。で、次にそのじゃあ数学でですね、この定理と呼ばれるものっていうのはそのゲームでは例えばそのどういうものに相当するかというと、そのゲームではある盤面というのがあります。例えばそのオセロですと、まあこれ 8×8 のこうマス目があって、で最初の状態ではこんなふうに、まあ、ちょっと白と黒の位置関係が逆かもしれませんが、こんなふうに4つの白と黒の石を置いてから始めますよね。でこういう一つのその石の置き方っていうのを一つの盤面と呼びます。でここから例えば自分が石を打って、相手が石を打っていくごとにこう一手打つごとにこうこの石の置き方が変わってきます。それぞれを一つ、それぞれを一つの盤面と呼びます。ですので石を置くごとにこう盤面がどんどん変わっていくのが、まあこういったゲームの特徴です。で、ここでその問題になるのは、このじゃあ例えばある盤面を考えて、このある盤面がそのルールのもとでその盤面に到達できるかということを考えます。ある盤面括弧が存在することって書いてますけれども、例えばそのそうですね、オセロの場合ですと、まあ僕もそのコンピューターのオセロと対戦してよく負けるわけなんですが、その特に大負けしますと、その例えばコンピューターが白で僕が黒 でコンピューターが最後白を打った時に、この盤面の64個の石が全部白になって64対0で負けるというようなこともこうあるわけですね。でじゃあこれはどういうことを言ってるかっていうと、実はこのゲームの分析からすれば、そのこの与えたルールでですね、その白が64個盤の全てを埋め尽くしている、そういう盤面に到達できるということがこう示されているわけですね。それに至るための手順というのも存在するということが示されていると、そう見ることができます。ですので数学も同じようにですね、その与えられた定義に従ってそのある性質を考えます。それはまあそこの世界においてやっぱりその世界を知る上で大事だと思われる性質なんですけれども、こういう性質が成り立つことを示す、その性質をまあ定理というふうに書いてこういるわけですね。ですので、この我々はこの数学、例えば線形代数の性質を調べていきながら、こういう性質が成り立つ、こういう性質が成り立つというのを一つ一つこう定理として書いていく。それはちょうどこのゲームにおいて、そのある盤面に到達できるということをまあ示すというものとまあ対応するようなものというふうに考えてほしいと思います。で、ここですね、今度はこっちに行きますね。で、今度は、その定理の証明なんですけれども、そうしますと、その数学においてその定理がある定理が成り立つっていうのを証明するというのは、そのゲームにおいてはそのまあゲームの初期状態っていうことにしますけれども、
例えばオセロの場合ですと、最初にこの4つの石を置いた状態ですね。初期状態からその、まあ、ある盤面へ、まあ、到達できる ことをまあ示すと。いうふうにこう対応づけて考えることができると思います。で、じゃあその、例えばゲームでですね、その例えばある状態、例えば初期状態から、先ほどはその例えば白が64個で埋め尽くされた盤への状態へは到達できると、少なくとも僕がコンピューターと対戦してそういう負け方をしたわけですから、まあ、そういう到達する手はあるという存在することは分かるわけですけれども、じゃあ例えばですね、ちょっと問題を少し変えて、例えばゲームが終わった、オセロゲームが終わった時にその右下の隅 の、 石1個だけが黒で、あと63個が白と、こういう盤面には到達できるでしょうか。もしかして皆さんの中にそのオセロの達人がいてですね、それができるとすぐに答えられる人はいるかもしれません。でもまあ、そうでない人はなかなか、ね、こういう盤面に到達できるかどうかっていうのはそれほど当たり前のことではないですよね。ということはそれをこう到達できるかどうかを示すことっていうのは、まあ、一種のこう証明と考えることができるわけです。で、じゃあこういうことをその証明するために、例えばゲームの盤面ではそのどういうふうに考えるかっていうと、まあ一つの手としては、まあ、この状態に到達する前の少し前のステップの状態をまで分かっているとしましょう。だからこれ以前のある、状態到達、それまでに到達できた盤面ですね、それまでに盤面から、まあ、スタートするわけですね。で、それまでに到達できた盤面っていうのは、数学の面白いところはその第0番目のステップっていうのをこう考えることですね。だから初期状態も実はそれまでに到達できた盤面の中にこう数学的な考え方では含まれると言えます。ですので、例えばその初期状態もしくは途中まで分かっている状態から、そのあるこのルールに与えられたルールに従って、まあ、この、まあ、手とよく言われますけれども、 手の組み合わせを用いて、まあ、この目標としている状態に到達できるとかできないとかということをこう証明するというのが、まあ、ゲームでは考えられると思います。で、同じようにその数学のその定理の証明というのは、やはり対応づけるとどうするかっていうと、そのまあそれまでに到達できた盤面っていうのが数学においてはそのそれまでに示された定理ですね。まあ、それまでに示された定理と、あとその、そのゲームのルールにあたるものっていうのは数学では定義ですから、まあ、これらを用いて、その新しい盤面に到達できること、すなわち数学でいうと新しい性質、こういう性質が満たされるということを示すというのが、こう数学における、まあ、定理の証明と言えるわけです。で、じゃあそのこういうですね、数学において定理を証明することによっていかに何をしようとしているのかというのは多分一番問題になると思います。で、これは
同じように対応づけて考えると、そのゲームのそのこういう盤面に到達できるとか、こういう盤面が作れるとか、そういうことを調べることによって一体何が分かるのかっていう考えることと、まあ、対応づけられると思うんですね。で、ゲームの場合は、まあ、これは僕の考えですけれども、こういったいろいろな手を考えることによって、その、まあ、どういうことが示されるかというと、その、そのスタートの状態からこういろいろな手のこう打ち方っていうのがあって、まあ、その打ち方によってこう白が勝ったりとか黒が勝ったりとか互角になったりとか、こうゲームとしてはこういろいろな性格の方向へ進行するというのは皆さんも分かると思います。ですので、まあ、そういったその手の組み合わせによって、そのじゃあこの盤面っていうのがその果たして白にとって有利なのかとか、黒にとって有利なのかとか、そういったそのゲームの各盤面が持つ性質というのを知ることができるのではないかと思います。ですので、ゲームの場合ですと、その、手の組み合わせによって、その、分かる、その、各盤面が、ごめんなさい、手の組み合わせによって各盤面が持つ性質を知ると、まあこういうことですね。で、ゲームにおいてはそういうこの盤面を調べることによって、そのゲームの性質ですとか、その各盤面におけるその特徴というのをつかむということで、これはこういろいろ役に立つと思うんですけども、例えばそのゲームを実際にやる人ですね、例えば将棋の棋士の人にとっては、その自分の戦略を分析したり新たな戦略を考える上で役に立つ、かも立つと思いますし、あとはその最近皆さんニュースで聞いてると思いますが、コンピューター将棋プログラムと今プロの棋士が対戦してますよね。そうするとコンピューターの将棋のプログラムを作る上では、そのじゃあ、より強い将棋プログラムを作る上ではどういう戦略を取ればよいかと、そういうことを検討する上でも役に立つことでしょう。で、じゃあこれにその対応するものとして、この数学では結局その定理などを証明することによって、そのやはりこの数学の この対象が持つ性質を知ると、というのが、まあ一つのその目標になるのではないかと思います。で、まあ、こういう対象が持つ性質を知るってことがその何につながるかっていうと、まあ、例えばその線形代数ですと、この連立一次方程式をこう皆さん解いてきたっていう話は多分解いてきたでしょうっていう話はまあ前回もしましたけれども、この連立一次方程式を解いた際にですね、例えばその解が存在するかしないかっていうのは一体どういう条件で決まるのかとかですね、それから解の個数が1個になったり無限個になったりすることもありますよね。それはその与えられた方程式がどういう性質に依存するのかとか、でその、まあ、その数学的にはそういうところにこう興味があって、で、まあ、もちろん実用的なその意味もありますけれども、純粋にその興味の対象として捉える場合もあると思います。で、まあ、そういったこの対象が持つ性質を知ることで、そのこれによってその道具としての線形代数の使い方をいろいろ学ぶことができて、で、まあ、応用としてはこのもっといろいろな用途に線形代数を使うことをこう考えることができるようになるかというふうに思います。ということで、まずその数学ではこのような形、このような形でこう議論を進めて、これから進めていきますという話を
しました。何かここまでで質問ありますか？大丈夫そうですね。はい。また後で疑問が湧いたら質問してください。で、まずですね、この、まだもう一個前振りがあるんですけれども、その春学期の内容について簡単に、ざっと内容を説明しておきます。春学期は、教科書の第1章から第5章まで進む予定ですので、それぞれのちょっと今多分まだ教科書を持っている人は少ないと思いますので、その章の見出しとその概要をちょっと説明しておきます。第1章が、数ベクトルと行列という章ですけれども、これはまずこれから使う道具の準備です。道具としては主に数ベクトルと行列ですね。で、まずここでその料理をする前にはこう調理器具をちゃんと包丁の刃も研いでこう研ぎ澄まさなければなりません。研ぎ澄ませるのは皆さん自身ですから、しっかり準備をしましょう。で、第2章。第2章が、連立一次方程式と行列という章です。で、この第2章では、連立一次方程式の皆さんの解き方をやったと思いますけれども、これは実は行列を使って解くことができます。でそのやり方を中心に習います。この解く解法、いろんな言い方が呼び方がありますけれども、よくガウスの消去法などと呼ばれます。でその次に、第3章が行列式、それから第4章が行列式の発展、でこの2つの章では、行列式と呼ばれるものについて調べます。で、この行列式と呼ばれるものの定義、まず定義ですね、定義を学んで、それから、
性質を学んで、まあ、効能と。まあ、効能というとなんか薬か温泉みたいですけれども、実際にこう数学、線形代数でいろいろ調べていく中で、まあ、こういうものに使えるといったことも学びます。で、最後に第5章。第5章では、数ベクトル空間と線形写像という章です。で、まあ、ここではその、まあ、ベクトルの集まりとしてその定義づけられる数ベクトル空間というのがありますけれども、この数ベクトル空間の基本的な性質を学びます。で、それからこの線形写像というのが登場しまして、でこの線形写像というのはこの線形代数において最も重要な概念の一つなんですけれども、この線形写像というのは実はその行列と深く関わりがあります。まあ、行列が線形写像を定めるというようなことが言えるんですけれども、この線形写像とその行列の関係、を学びます。ですので、この段階でその我々がその行列を使っていろんなことをやってるっていうのが、実はそのベクトル空間の中でそのどういう操作を行っているのかと。いうことを学んでいきます。というのが大体この春学期の内容なんですけれども、まあなるべく丁寧に説明をするようには努めたいと思いますが、実際にこうすごく説明を始めるとですね、やっぱり思いのほか時間がかかるので、場合によってはその少しこの口頭での説明は飛ばして、あとは講義ノートをアップロードしておくので見てくださいというようなやり方になるかもしれませんが、一応講義が終わるたびに僕がこうやって書いている手書き の講義ノートがありますが、これをスキャンしたものを授業のサポートページに置いておきますので、まあ、適宜参考にしてください。それからと前回のですね、金曜日の授業のビデオもアップロードしましたので、それも授業のサポートページから見に行けます。ちなみにアップロード先は YouTube で出していますので、検索すれば多分引っかかりますし、あとその YouTube の僕のそこのチャンネルに行けば去年の微積分1のですね、講義のビデオも見られるようになっています。はい、ここまで何か質問ありますか？はい。それではその第一章ですね、数ベクトルと行列にいよいよ入りましょう。まあ、教科書ですと1ページですね、皆さんに配った資料の1枚目の右側から始まります。で、
まずその最初に 1.1 節とありまして、あ、ちなみにこれはあのセクションを表すあの記号なんですが、あの、まあ、僕のとこでたまに使います。 1.1 節がその、まあ、平面ベクトルのスカラー倍と和というところです。で、まあ皆さんベクトルというとですね、そのこういうあの長さと向きを持った矢印をこう思い浮かべると思います。で、あの実際このすぐ後の説では出てくるんですけれども、まずここの説ではしばらくこのこういう幾何的なあの直感を忘れてですね、そのこの記号としてそのベクトルとか例えばそういうものをいろんな数学的な対象をあの定義するっていうのをどのように行うかというのをちょっとあの見てみてください。で、多分初めての人は少し戸惑うかもしれませんし、あの 何個も続くとちょっとあのかなり抵抗があるかもしれませんけれども、まあしばらくいったらまたその矢印を導入しますので、まあ、それまでちょっとあのこの数学での記号での定義をちょっとやってみましょう。それからとあのこのベクトル、これからその行うベクトルの話の上ではその実数に関する性質をいろいろ使います。例えばあの実数全体の集合って大体皆さんなんとなく想像できると思うんですけれども、そこに例えばあの、まあ、加減乗除の演算が定義されていたりとか、それからまあ等しいっていうこういう2つの数が等しいといったような比較ができたりとか、それから大小の比較ができたりとか、まあ、そういったあのことができるという世界を一応仮定して話を進めますので、まあ、そのつもりでいてください。一応あの今後そのいろんな定義をする中で、あのここで実数の定義をこのように使いますという説明はあのポイントポイントで示します。さてこの教科書を見てみますと、こういろいろですね、こうあの実まず平面ベクトルから始めよう、集合のようになってきて実数の全体を R と記す2つの実数の組みを平面ベクトルというでザラザラララと続きますが、あのなかなかそのどういうものが何個定義されているかっていうのが、あのこの、まあ、本文、もちろん本文はあの非常によく簡潔に書かれてある文章なんですが、あのどこで何が定義されているかっていうのは多少見づらい、長所見づらいところがありますので、一応それを一つ一つこう定義というふうにあの書き出します。それで一応それに従ってみてください。まず、平面ベクトルから定義しましょう。ここでこれから先はこの R と書いたらこれ実数全体の集合を指します。特徴はですね、この縦棒をこう2本書いてこう太文字っぽく見せてるところですね。こんなふうにあのちょっと分かりづらいですか、もう少しこんなふうにこうあの書くことが多いですので、まあ他の数学の先生がこういう書き方をしても驚かないでください。でそこでですね、この実数全体の集合から x1 と x2 という数を取ってきます。これはどういう意味かっていうと、 x1 と x2 はこう R の元であると。集合の話は多分先週もしかしたら演習の授業でやったかもしれませんが、 x1 と x2 はこういう書き方したら x1 と x2 はまあ実数ですと。でこれに対して太文字の x ですね、これもちょっと特徴的なんですけど、この小文字の x を書いて、まあこのどっちかにこうピッと線を引くことで太文字の x を表しますが、これを
この x1 と x2 をこう縦に並べて括弧でくくったもの、これを太文字の x と置きまして、これを平面ベクトルと言います。まず平面ベクトルからですね、定義をします。でさらに、ごめんなさい、どうしよう、x1 と x2 をこのベクトル太文字の x の正分と言います。いいですか。はい、じゃあ上に上げます。で、もう一つ、平面ベクトル全体か、すべての平面ベクトルの集まりこれは記号で書くとどういうふうに書くかというと、中括弧を書いて、x1、x2、まあこれは1個のベクトルですね。で、縦棒を書いて、x1 と x2 は、実数に属すると。まあこういう書き方をします。で、こういう書き方は、演習でやりました？やったけど、ちょっと怪しいですかね。これでどういう書き方かっていうと、まずこれはその集合の中身ですね。集合の中身を表していて、で、それに対してこの中身に登場するものの条件を書いています。で、こういう書き方をよく集合の書き方でします。でどういう意味を表すかというと、この x1 と x2 を縦に並べて括弧でくくったものはさっきの定義から平面ベクトルなわけですね。平面ベクトルだと。で、問題はこの x1 とか x2 の値というかものをそのどこから持ってくるかっていう話ですね。でその条件を右側に書いています。で、これから読めることは x1 と x2 は実数の集合から取ってきなさいと。何でもよろしいと。だから、すなわち、この x1 と x2 は、この実数の、すべての値を取るように持ってくるということですね。で、こういう、例えばその、集合の書き方として、例えば、1と2と3という数字からなる集合がこのように書けるわけですけれども、実数全体っていうのは無限個存在しますから、こういう書き方はできませんよね。で、その代わりにどういうふうに書くかっていうと、なんかある一つの数を、こういう x の集まりを持ってきなさいと。で、x はどういう条件を満たすかっていうと、x はこの実数から持ってきますよと。こういう書き方をすることによって、その弦を全部列挙しなくても、例えば実数全体といったような、無限号の弦からなる集合を書くことができます。で、これもそのような同じように書いたわけですね。そうすると、これ、実数、ここにはそのいろんな実数が入った、こういう平面ベクトルの集まりを考えましょうと。で、結果としてこれが、何というかというと、この R、まあ、R2 乗って書いていますけども、これ R2 って呼びます。R2 でこういうもので表し、という記号で表します。ですので、今後はその、こういう R2 と書かれたら、これは平面ベクトル、実数上の平面ベクトル全体の集合だなというふうに、こう結びつけて考えてください。で一応、以後ですね、この平面ベクトルの平面を、以後訳すことがあって、単にそのベクトルというふうに呼ぶこともあります。
ということで以上が、だいぶ時間かかりましたけれども、この最初の平面ベクトルの定義ですね。だから最初の導入はなるべくこう丁寧に、数学に初めて触れる人でもなるべくこう何でしょうね、なるほどって納得できるように説明はしたいと思いますが、皆さんも頑張ってください。だん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 加速度はついていくと思います。でまずその、我々がこれから考察する世界となるそのベクトルを定義しました。で次に、ベクトルが等しいということを定義します。今そうですね、この段階ではその2つのベクトルを比較したりっていうことはまだできませんから、まず等しいというルールもこう定義する必要があります。そこで2つのベクトルを用意しましょう。x1 を正分に持つベクトル、それから y1 y2 を正分に持つベクトル、でこれ平面ベクトルとしますね。でこの時にこの x とこの2つのベクトル x と y が等しいというのを、次の、やり方で定義をします。でここでちょっとまた新しい記号が登場したなと気づいた人もいるかもしれませんし、前も見たことがあるという人もいるかもしれません。両向き矢印の上に def と書いてます。でこれはよく数学で使われる記号なんですけれども、この左辺の概念をこの右辺によって定義しますという意味ですね。で def というのはこの定義の英語の definition の頭文字3文字を取ったものです。ですのでこれからその x と y がベクトル x と y が等しいというのを、このように定義しますよということで説明をします。実際にはどういうふうになるかというと、多分皆さんよくご存知だと思いますが、正分ごとにこう比較をして、どの正分も互いに等しければ、ベクトルとして2つは等しいというふうに言います。で、ここでその気をつけていただきたいのは、このベクトルの定義、等しいというのを定義するのに、ここでのそのイコールって記号は、その実数が等しいことをこう言ってるわけですね。ですので、ここでその実数の道具を使って、このベクトルが等しいということを定義しているということに注意してください。この時に、そのベクトルの x とベクトルの y を統合で結んで、x と y が等しいというふうに表します。いいですか。まだ消えませんから、y です。上の方に。次に、じゃあ、ベクトルがですね、ベクトル定義して、次に等しいというのを定義したら、今度は、スカラ倍と和と呼ばれるものを定義しましょう。
まず、こういうベクトルを用意しましょう。こういうベクトルを用意します。で、それに対して、このある C ですね、こう書いたらば、その C は実数ですというふうに、こう、すぐピッと判断できるようにしてください。で、この実数 C を、このベクトルに対して、この実数 C をスカラーと呼びます。これは、その、ここではその、スカラーっていうのは一般にはそのベクトルの要素になりうるものですね。要素というか、すいません、成分とか書いておきましょう。ベクトルの成分になるものですので、まあ、ベクトルがあったとしたら、まあ、その成分になるような、ここでは実数のことを、実数1個持ってきたら、その実数1個のことはスカラーと呼びます。で、この2つのこのベクトル X とスカラー C に対して、この X の各要素を C 倍したベクトルを考えましょう。まあ、X と、X1 と X2 が実数で、しかも C も実数ならば、X1 の C 倍も実数で、X2 の C 倍も実数ですから、そうするとこれもまたベクトルなわけですね。まずそこを押さえましょう。で、これを、X の、スカラ倍と呼びます。まあ、もしくは実際にこの C の数値を使って C 倍でもいいです。と呼びまして、で、これを、まあ、いちいち成分で書くのは面倒ですから、このベクトル X の前に C をつけて、こういうスカラー倍というふうに表します。ということで、まあちょっと見えないですかね。もうちょっとしたら黒板上に上げると思いますんで。大丈夫ですか？で、特に、まあ、これも皆さんよく見たことがあると思いますけれども、マイナス1倍ですね。マイナス1倍、マイナス1倍、 X のマイナス1倍はまあマイナス X というふうに表します。で、一応まあ当たり前のようなことですけれども、一応ルールとして定義しておかないと使えないので、ルールとして書いておきましょう。どうですか？まだ皆さん大丈夫ですか？もうなんか定義が3つ出た段階で嫌になったという人もいるかもしれませんけれども、あとですね、
ノートもう1ページ分ありますので頑張りましょう。まあ、僕もこういう記号の定義だけで2ページ書いたらさすがに疲れました。もう少し頑張ります。で、スカラー倍を定義しまして、今度はベクトルの和を定義します。まあ、これも大体皆さん大方予想しているとは思いますけれども、まあ、また x1、x から成分に持つベクトル x と、まあ、y1、y2 を成分に持つベクトル y を用意しましょう。に対して、この x と y の和ですね。を、まあ、次のように定義します。これも多分おなじみだと思いますけれども、こう成分ごとに和を取って、でこれを新しい、ベクトルの各成分としますってことですね。ですので、ここの成分ごとの和は、実数同士の和を使っているということに注意してください。で、それから、x にそのマイナス y を加えるというのを、これもよく知ってる記号ですけど、x マイナス y というふうに表します。はい、ここまでいいですか？じゃあ続きいきましょう。ですね、今その教科書でどの辺まで来たかというと、ここまで頑張ってようやく2ページの上半分ぐらいまで来ました。ベクトルの和まで定義ができました。すごくこうのろくて退屈に思えるかもしれませんけれども、まあ言ってみればこれは数学のデモンストレーションの一つにもなっていまして、数学っていうのが一応土台からですね、どのようにしてこう組み立てていくのかっていうのを、まあ、ちょっとこのベクトルの定義で少し知ってもらえたらというふうに思います。ですので、もうちょっと頑張りましょう。で、次にですね、ベクトルの和の次はゼロベクトルの定義があります。これは、まあ、またこれも非常に単純で、このどちらの成分もゼロのベクトルですね。これを、まあ、ゼロベクトルと呼び、太文字のゼロで表します。黒板とかですね、その鉛筆で書くときは、まあ、ゼロと書いて、そのまあどちらか片側にこう一本線を入れることで、まあ、太文字のゼロというふうな書き方をします。で、この後ですね、その行列をやると、そのゼロ行列というのが出てきて、そのゼロ行列は太文字の O で書きますが、太文字のゼロのゼロベクトルとよく似て、形が似ていますので、間違えないように扱ってください。
で、実はここでちょっとですね、その教科書のゼロベクトルの定義を見てみますと、この、まあ、これをゼロベクトルと呼ぶと書いてありまして、で、すべてのベクトル x に対して、x-x イコール0であるっていうふうに書いています。で、ここでちょっと気をつけていただきたいんですが、数学では、その何々をこれこれを定義するといった文章以外のものというのは、その、当たり前の事実ではありません。ということは、その定義から、そこへ至る証明の手段が、あるということなんですね。で、教科書に例えばさらっと x-x は0であるって書いてあって、ふーんってこう多分ほとんどの世界のほとんどの人はそれで読み過ごすんですけれども、数学を勉強する際にはきちっとそれがどのようにして成り立つか、先ほど そのゲームの手でいうとどういう手で到達できるかということを理解してほしいと思います。ですので、ここは特にその最初 その数学ってこういうふうに勉強しますっていうのを紹介する場面でもありますので、すごく当たり前のようなんですけども、一応これの証明を書いてみます。ですので、こういう当たり前に見える証明っていうのは、見えるものがそのどのように証明されるかっていうのをちょっとよく見ておいてください。ちゃんとこれ命題というふうに書きます。まあこれは定理と呼ばれるほど、呼べるほど、このすごく重要っていうわけではないですけれども、一応まあ、証明できることなので、そういった小さいことには、ちょっと命題というふうに書きます、というふうに表します。すべてのベクトル、まあ、x1、x2 ですね。これに対して、x-x は0ベクトルが成り立つ。ということの、まあ多分当たり前だと思うでしょう、当たり前だとは思われるんですが、証明を書いてみましょう。まあ、証明、このプルーフは証明を英語で書いたので、別に皆さんノートに写すときは証明と日本語で書いてもらっても構いません。なんで定義とか命題という見出しを日本語で書くのに証明はプルーフと英語で書くのですかという疑問を持つ人もいるかもしれませんが、これは単に僕の趣味ですので、それは皆さんの趣味でノートを写してください。で、その証明なんですけれども、ついさっきやりましたベクトルの和の定義を思い出しましょう。ベクトルの和の定義から、x-x ですね。で、これは先ほどの和の定義だと、x+-x でした。で、でこれはスカラ倍の定義をさらに戻って x+-1倍の x で、ここで初めてそのベクトルの和の定義に戻って、これ成分ごとの和になりますね。そうすると x+-1倍の x1 と x2+-1倍の x2 と、こうなります。ここまでいいですか。成分ごとの和になった。さあ、ここからはどうやってゼロになることが言えますかっていうことなんですね。あ、見えますか。ちょっと見えにくい。じゃあちょっと、こうですね。ここまで来ました。
で、ここからどうやってこうゼロになることを言いますかってことなんですけれども、あ、すいません、ちょっとカメラ上げていただけますか。はい、どうもありがとうございます。で、実はここからはその実数の性質を使うんですね。で、実数の性質では、じゃあ、x1 プラスマイナス1倍の x1 はいくつになりますかって聞いたら、もう当たり前で0ですよね。で、x2 プラスマイナス1倍の x2 も0になるわけですね。当たり前ですよね。で、ここでやっとその実数の当たり前の性質を使うことができて、これで0、0というふうになるわけです。で、そこで初めてこの結果が0ベクトルになりますよというふうに証明できます。ということで、まあ、すごくその、こう、まあ、多分皆さん見ると当たり前のように思えることなんですけれども、そのベクトルの世界では当たり前ではないので、こうやってちゃんと定義に戻って、こうなることを証明するというのが、まあ、数学の議論の進め方です。で、まあね、これがその皆さんの好みに合ってるかどうかっていうのは、まあ皆さんそれぞれ人それぞれだと思うんですけれども、まあ、少なくともその多分こういうですね数学の枠組みを皆さんが勉強する機会というのは、これが多分皆さんの人生において最後かもしれませんから、ちょっと嫌だなという人もですね、まあ、人生最後の思い出と思ってですね、少しお付き合いいただければというふうに思います。はい、で一応、まあ、このようにして、まあ、こういった簡単な命題もきちっと数学の議論をして証明することができるという話ですね。はい、で、さらにまたいくつか大事な概念を習うんですが、その前に、基本ベクトルという言葉が出てきているのでやりましょう。まあ、もしかするとすでにこれ知っている人もいるかもしれませんけれども、E の1ですか、E の1を、まあ、1、0と、それから、まあ、E の2を、まあ、0、1と。で、ここでも出てきましたが、そう、今までやってきましたように、そのベクトルというのは大体太文字で表します。ですので、E もこの左側にこう線縦線を引っ張って、太文字っぽく書いておきます。で、これら、例えばこの E1 と E2。のことをまあ基本ベクトルと言います。まあ、これはまあそういう名前をつけたというだけで特に問題はないですね。ないと思いますね。それでその次にですね、比較的今までよりもちょっと重要な概念として線形結合という言葉が出てきます。ここでは、A の1から、まあ、A の R っていうその平面ベクトルを、まあ、ある R 個用意します。それから、この実数ですね、C1 から CR というのは、まあ、スカラー、すなわち実数で R 個用意します。
の時、この時あるベクトルを作るんですけれども、A1 の C1 倍、A2 の C2 倍、以下同様にして、AR の CR 倍の和を取ります。で、このベクトルを、ベクトル A1 から AR の、線形結合。または一次結合と言います。ここでですね、あの線形とか一次っていうのはどういう言葉の意味かっていうのは多分知ってる人っています？はい。まあ、もしかしたら知ってる人いるかもしれませんけれども、まあ、よく数学ではその線形とか非線形っていう言葉が出てきて使われるんですが、この場合ですと、このベクトルですね、大体数学ですと、この例えばここで出てくるベクトルですとか、それから、まあ多項式だと x、y、z とかっていう変数がですね、その一次式かあるいは一次式でないかっていうので区別することがよくあります。一次式の時にはよく線形という呼び方をして、それ以外の場合、二次とか三次とかのこうものが入ってくると非線形と呼ばれる場合があります。で、このベクトルの場合は今、そもそもこの A1 から AR の2乗とか3乗とかっていう概念がありませんから、もうこれ A1 とか AR のに関してはもうそのものですね、一次のものしか出てきません。ですので、まあこういったものをこうつなぎ合わせたということで、そのまあこれらそのものをつなぎ合わせたということで、まあ線形結合もしくは一次結合というふうに呼ばれています。で、まあ、でここでその問題 1.1 っていうのがあって、まあ、平面ベクトルの A1、A2、S2 の線形結合をまあ求めなさいという問題が、あります。で、ちょっとこれ、すみませんが、時間の都合で、この問題のここで解くのは割愛させていただきます。一応、講義ノートには僕はちゃんと解いて載せましたので、後で気になる人とか分からない人はそこで見てください。あと演習の授業でも扱うと思いますので、そこで復習してもらいたいと思います。それでですね、教科書の2ページのその、下半分を読んでいますと、そのすべての平面ベクトル教科書の2ページの下から3行目ですね、上記のことからすべての平面ベクトル X は基本ベクトル E1、E2 の線形結合として表せることがわかるってありますけれども、一応これちゃんと一応一通り命題の形で証明して今日は終わりにしたいと思います。もし途中でチャイムが鳴ったら、また次回ですね、この辺からやりたいと思いますけれども、チャイムが鳴るまでやってみましょう。
命題としては任意の平面ベクトル x は、x1、x2 を成分として持っていますが、これは基本ベクトル E1、E2 の線形結合で表すことができる。というものを、命題をこれから、示しましょう。で、この証明、こういう証明をせよと言われたときに、そのどういうふうに考えればいいかってことなんですけれども、ちょっとこのポイントをこちらの方に書いておきますと、この、E1 とそれから E2 の線形結合っていうのはどういうふうに表すかっていうと、E1 の C1 倍と、それから E2 の C2 倍の和ですよね。で、C1 と C2 はスカラーなんですけれども、こういうふうに表せると。そうすると、これを一応成分で書くと、C1×10 プラス C2×01 になりますね。で、ということで、その、x1、x2 っていうのは与えられたベクトルなんですが、x1、x2 が、この C1、10の C1 倍プラス、01の C2 倍に等しいと。こういう関係を満たす、この実数 C1、C2 をの値ですね、もしくはその値を決めればよいと。だからこういうのがこの証明のアイディアになります。ですので、線形結合の定義を考えて、で、これがその与えられたベクトル x1、x2 に等しくなるようなこの係数が決められればよいということになるわけですね。一応それに従ってその証明を書いてみます。で、こちらはその証明の背後にあるアイデアで、右側に今書いたやつね。で、これから書くものが証明の本文です。ので、気を区別してください。そうすると、x っていうのは x1、x2 なんですけれども、これは実は次の2つのベクトルの和に分けて書くことができます。x1、0プラス 0x2 の和になると。で、これ実は、10の x1 倍プラス、01の x2 倍になりまして、実はこれは、E1 のx1 倍プラス E2 の x2 倍になります。さあ、これを見ますと、実はこの右辺は、左辺は x だったんだけど、右辺は E1 プラス E2 の線形結合になってますよね。ということで、この形ができたので、この x っていうのは E1 と E2 の線形結合で表すことができたと言えるわけです。より、x を E1 線形結合で、ごめんなさい、表すことができると。よし、はい。ということでですね、一応ここまでですね、その任意の平面ベクトルが基本ベクトルの線形結合で表すことができるということで、大体教科書では2ページまで
行きました。まあ、2ページまでしか行きませんでしたけれども、まあ、こういう調子でしばらくの間続けていきたいと思います。ここまで何か質問ありますか？まあ、もしこの後質問がありましたら、この授業の後でもいいですので、聞きに来てください。それでは今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。